ははい皆さんこんこにちはエミールです、えー、私は柔道整復師それから灸あんまマッサージ指圧師ですで普段は、えー、治療院で働いていますそれで臨床上、えー、モートン病を、えー、時々見かけますので、まあ、ちょっと今日はモートン病についてお話ししていきたいと思いますでモートン病っていうのは、まあ、どういうものかっていうと この図でちょっと説明しますけど中指と薬指あたりにしびれが出てきてしまうものですしびれが出るっていうのはそもそも神経の圧迫だとか血管の圧迫があって起こるものが多いですで神経の圧迫があれば、まあ、場所にもよるんですがあのその先がしびれてしまうとで血管の圧迫があれば血流が悪くなってしびれると 例えば腕枕なんかしてあの頭を腕に乗せてたりするとあの手がしびれたりあとはあの正座なんかしてるとあの膝の裏で神経だとか血管圧迫してしびれたりしますよね。まあ、それと同じように何かこう機械的に物理的に圧迫を受けてあのその圧迫を受けたことによってしびれるっていうのがそもそものしびれの原因です。で足が痺れるとかは あの根元で言えば腰、多いのはそれからお尻、あのそのあたりで圧迫されることが多いんですが、このモートン病のように、あの足で圧迫されることがありますで原因としてはあの、ハイヒールを履いてたり、まあ、中腰で作業したり、つま先立ち、まあ、こんなようなあの姿勢が多いとなったりします。で最近 私のところに来た方であのしゃがんであのこういう感じであの接客の時にあのお客様の横に座っ,あの座ってですね、まあ、こんな風にあにつま先立ちを長いことしてたら、えー、この先がしびれてしまってっていうのであのいらっしゃいました、まあ、治療としてはうち,としうちではそのお灸とか針をやるんですがあの、まあ、整形外科的には電気を当てたり 湿布だとか痛み止めなんかをすることが多いと思います。で診断方法としてですねあの足のこう横からですねあの把握するんですね手で手でぐっと左右から把握します。でその時にあのしびれが、まあ、誘発されたりすればあの陽性となります。でまあ、モートン病を考えて 行くことになるんですけど、あのー？まあ、それが一つの判断基準診断基準ですね。で、治療としてはまあ、さっきも言いましたけど、お灸とか針それ以外だったら、あのー、まあ、基本的には局所を安静にします。圧迫を受けてることで、神経が腫れてより圧迫されたりしてるんで、その腫れを引かさなければいけないということですね。で、あとはその硬い靴とか履いてたりすると。 それはいいけないので原因の除去っていうことですねで原因として考えられるのがさっきも言いましたけどそのヒールの高い靴ハイヒールを履いてたりそのつま先がその細くなってるような形状の靴を履いてたりあとあのソールの硬い靴なんかを履いてたりしてもなりますのであとは仕事でしゃがんで作業するとかあとはまあつま先立ちになるスポーツですよね。まあ ほとんどのスポーツがつま先立ちになるんであのそれでしかも硬い靴なんか履いてたりあとはその硬い地面であのスポーツを行ったりしてればなる可能性はありますでそういった原因を取り除い一つ一つ取り除いていくっていうことが大事になっていきます、まあ、ヒールなんか履かなくて済むんであればヒールをやめるでつま先が細くなってるような形状の靴はやめるでインソールなんかも有効ですあの靴の中敷きですね でクッション性を高めるとか、あのー、そういうことを行ってくださいでさっきも言いましたけどこうしゃがんで接客するっていうようなのはなるべく控えた方がいいと思いますでハードにスポーツなんかやってる場合は少し安静にして、えー、神経の炎症だとか腫れを引かすようにしてするっていうことが大事ですねで、まあ、この辺がしびれるっていうのがモートン病の特徴です それでもこう引かない場合はぜひあの針とかお灸をちょっと考えてみてください。今日は以上になります。